あれ、元の場所？ここはもう一つのトワイライトタウン、ノクサスのトワイライトタウンだ。どこかに闇の世界への入り口があるはずだ。これだ。いよいよだね。何なんだここは。どこ行けばいいか。リク、帰り。立ち止まるな。闇に飲まれるぞ。行けよ。どうして。理由なんていいから行けって。大丈夫か。俺、カイリをさらったのに逃げられちまった。その後カイリはサイクスに捕まったらしい。私たちをどうするつもり。お前は空を怒らせる道具。サイクスってのは13機関のメンバーだ。記憶したか。だから早く助けに行け。邪魔するな。敵に回すとたまんねえなこいつら。判定したか。いや、俺強いから。見てろよ。随分と空席が増えちまったな。アクセルの悪あがきを楽しみにしてたのに、やたら素直に消えちまうしよ。すごい。お前消えかかってるぞ。まあ俺の全存在をかけた攻撃だからな、仕方がねえってもんだ。つってもノーバディは存在しないものなんだけどな。まあ気にしないで。ほら、帰りのところへ。ああ、忘れてた。帰りにひどいことして悪かった。そう思うなら、帰りに直接謝れよ。ダメだ。心がこもってないからな。俺、心ないもん。お前、何をするつもりだったんだ？ドクサスに会いたかった。俺、あいつが好きだった。あいつといると、俺にも心があるみたいな、そんな気になったんだ。お前にも感じる。同じ。帰りは城の牢獄だ。ここから行け。彼は満たされたのかもしれんな。己の存在をかけ何かを手に入れたのだろう。おいおい、俺たちは存在しないのにどうやって存在をかけるんだ。賭けのルールに反してるって話だ。そう、アクセルは存在しないものをかけ、おそらくは勝ったのだ。彼らしい鮮やかなイカ様と思わんか。
くだらん。奴が手に入れたのは無だけだ。アクセルは心を持たない虚しさに耐えられず、心に引き寄せられて破滅した。奴は弱かったのだ。だが弱さによって目覚めるものもある。見えるのだよ。アクセルは空の心を揺さぶった。空と共にある彼が目覚めるのではないかな。帰りは城の牢獄にいるって。うん、まず城への道を探そう。ドナルド、グーフィー、アクセル、キルブレード、住人さ。まさかリク？リク、リクは俺が倒した名前。なんだと？教えてくれ。お前が選ばれたわけよ。俺の武器はキーブレードじゃない。本当の武器は心なんだ。俺の心はみんなと繋がってる。大切な人と大切な友達と、誰かが俺のことを思っていてくれたら、たった一人でも忘れずにいてくれたら、俺の心は消えない。繋がる心が俺の力だ。分かったよ。何？さすがは俺の。大丈夫？俺、どうしたんだ？
わからないよ。空は消えちゃうし、僕たちはノーバディと戦ってたし。そうか。そう、お城の入り口を探さなくっちゃ。行き止まり？道は必ずあるはずだよ。どうしよう。このままだと空は私のせいで。こっちへ来て。誰？自分を信じて。さあ急いで。カイリー、もうすぐだからな。